どうもこんにちは、今回はですねこちらクオルツのツーウェイコット、こちらをですねご紹介していきたいなと思います。どちらのコットを見てみたいですかという動画を作ったんですけども、このねクオルツの、コットの方が圧倒的に支持が高かったです。おそらくですね、ハイバージョンとローバージョン両方できるということで、見たいという方が多かったんだと思うんですけども、今回はですねこちらを早速見ていきたいなと思います。でこちらはですねあの1万円以上するコットなんですけども、1万円以上するだけあってですね袋がめっちゃ豪華です。袋だけでこれ1000円以上するんじゃないかなっていうような、そんなね立派な袋に入ってます。それではですねパーツなんですけども、まずはねパイプ、それと足の部分が2個ですね。でそれと、布地の部分ですね、布地の部分が、まあ、当然1枚という感じになってます。それでは早速組み立ててみましょうか。このね足の部分に関しては、まあ、問題なく組み立てられるんじゃないかなと思います。普通のね椅子とかと同じですね、同じような組み立て方です。でこちらの特徴としてはですね、ツーウェイコットというだけあって、こっちに刺してるときはハイコットで、これを抜くとですねここに紐が入ってますんで、ずらしてこうするとこれでローバージョンという切り替え方ができます。調べていくとですね大体のツーウェイコットってこうやって切り替えするものではなくて、何かを外したりして、ハイからローにするものがほとんどじゃないかなと思います。このねクオルツのツーウェイコットの場合はですね、もうほんとねこれ一つで完結するというツーウェイコットです。さあそれでは一回広げましょう。ちょっとね他のコットを使ったことないんですけども、やっぱりあの簡単なのが一番だと思うので、これはね結構組み立てやすいものじゃないかなと思います。でこのポールをですねここから差し込みます。よいしょ。これでですねコットの完成です。ただですねベンチ的な使い方はしてくれるなと書いてあったので、もうベッドとして使うのがいいんじゃないかなと思います。で今こちらがねハイバージョンになってます。ローバージョンに変えてみます。はい、こちらがねローバージョンです。ローバージョンにするとねかなり低いです。こう地面すれすれで寝たい人にとってはこっちの方がいいのかもしれないですね。じゃあですね今度はこのワンポールテント、DOD のワンポールテント5人用ですけども、この中にですね、クオルツのツーウェイコットこれを置いていこうと思います。まずはねローバージョン、ま、重さとしてはですね、1人で軽々と片手で運べる重さです。こんな感じですね、足を上げてもまあなんとかいけるかなっていうぐらい。ただやっぱり起き上がったりするのによいしょという感じで結構ね腰やりそうな気もします。ということで今度は、ハイバージョン、ハイバージョンにしてみましょう。
よいしょ。これがハイバージョン。足を上げる余裕はあんまりないですね。ただこれのいいところはやっぱりこう、わりかし起き上がりやすいんじゃないかなと思います。で、立つ時も普通にこういけるので、やっぱりね、僕はハイコットの方が好きかなという感じです。テントによってはですね、もっと背が低いテントもありますので、そういった場合はですね、ローバージョンにした方がいいとは思うんですけども、これぐらいですね、天井があるテントであればハイコットでも問題ないんじゃないかなと思います。先日ですね、おじキャンやった時に、これでハイだったらちょっと高すぎるだろうという話もされたんですが、実際ね、ハイバージョンで寝て何の問題もなかったので、しばらくはね、ハイバージョンで使うんじゃないかなと思ってます。暑い。さあ、それではですね、今度はコットをばらしていきます。これであとはもうよくある椅子ですよね、椅子と同じような感じで、畳んでいくだけです。はい、ということで今回はですね、クオルツのツーウェイコット、こちらをご紹介してみました。いきなりですね、結構いいコットを買ってしまったので、いわゆるですね、激安コットみたいなものとはちょっと比較ができないんですけども、まあ、とりあえずですね、間違いのないものを手に入れたんじゃないかなと思います。その時の気分に合わせてですね、使い分けができるというのはかなりいいコットなんじゃないかなと思います。当然ですね、寝心地もね、抜群です。前回のおじキャンはですね、実はこれで寝てたんですけども、バッチリとですね、熟睡することができました。値段は結構するんですよ。1万5000円ぐらいするので、そんなね、手軽に買える金額ではないかもしれないんですけども、コット選びに迷ってたらですね、まず最初にこれを買ってみるっていうのもありかもしれません。例えばですね、キャンプを始めたばっかりでテントが1個しかないというような方もですね、そのうちテントを買い替える時が来るかもしれませんので、その時にですね、コットをもう1個買うというよりかは、もうこれ1つでですね、どちらでも対応できるという方がいいんじゃないかなと思います。実はですね、今回これが初コットです。初コットなんですけども、迷うことなく組み立てることができましたので、初めて買う方にもおすすめできるものだと思います。ということで今回はクオルツのツーウェイコットでした。それでは。